ですね。メリオダス様たちが苦戦していた相手をたった一人で圧倒するなんて。確かにオイラは強いけどね。でもあの聖騎士なら君たちが本来の力を発揮できれば倒せたはずだよ。三人とも、神器はどうしたの？なくしちゃった。売っちゃった。取られちゃった。ありえない。Thank you.
Thank you.
れていってあげますね。決まっていた勝利だ。諦めるのはまだ早いです。
して、どうしてあなたたちは簡単に他人の命を奪えるの？諦めるのはまだ早いです。お怪我はありませんか？
これはどうですか。
邪魔になるだけです。それはどうですか。まだまだ。
心配いらないですよ。楽しいな。愚かな。ここからはそなたらが私のモルモットだ。エンドレスワール！諦めるのはまだ早いです。
君が死ぬまで僕を存分に楽しませて。どんくさいね君。あの山の斜面にへばりついているのがバイゼル、商人の町だ。本当にあるのか？この間の客が誰にも扱えないような大きなハンマーが運び込まれたって言ってただろ。誰にも扱えない？まさかディアンヌの。そんなことより、なんで僕だけ留守番なの？仕方ないだろ。何年か前に巨人族が祭りで暴れて以来出入り禁止らしいんだよ。確かめたらすぐ戻ってくるって。やだ、つまんない。あの、私が残ります。え、いいの？たまには女の子同士おしゃべりしたいもの。女の子同士。よし、じゃあ行くか。これはディアンヌのギデオン。本当にあったな。さあ、年に一度のバイゼル喧嘩祭りが始まるぜ。武器の使用は一切不可。拳と拳で語り合いたい野郎どもはすぐエントリー。優勝者には金貨100枚と副賞としてこの巨人の戦艇をプレゼントだ。野蛮な祭りだな。ねえ団長。当然エントリーだな。白黒つけるか。おい、出場するぞ。オイラはやだよ、うん、これはガキの祭りじゃねえんだ。引っ込んでな。話がよく見えねえんだけど。おっさん、野暮なこと言うなよ。祭りだろ。てめえ、て俺が3年連続優勝の大勢としての行動だろうな。
さてね、何しろ毎年仕事に邪魔され続けて、いやーやっと念願の発散かだぜ。ま、楽しくやろうぜ。どっかで見たような。では、これより喧嘩祭り予選を始める。参加者は闘技部隊。ロワカゾン、ディアンヌと留守番してたかったな。さて、じゃあディアンヌの神器を取り戻すとするか。やはり現れたね、七つの大罪。グリアモール、御意。俺とや
やろうぜ。そこだ、火だらけだ。俺とやろうぜ。小学生、オイラの力を見せてあげるよ。冷蔵シャスティボル第4形態サンフラワー。っやっせい。ガトリングジャック7人。どうすんだよ、トーナメントなんねえぞ。あ、もう一人リングから落ちてないぞ。あ、危なかった。おい、浮かぶなんて卑怯だ。失格だろ。確かに卑怯だが、武器などは使用されていない。よってセーフ。よかったな、卑怯でも勝てて。ナイス卑怯。そこまで言うかな。それじゃあ決勝トーナメントの抽選だ。8人は控えままに集合。
すごい女の子だ。聞いたことねえけど、世の中広いもんだな。二組目はハウザー対タイズー。ハウザー、あ、思い出したよ。あの男は聖騎士だ。ギルサンダーと一緒にいるところを何度か見た。なんでこんな祭りに聖騎士がいいんだよ。バレたらめんどくせえな。エントリーしたのバンだよね。まさかオイラたちの名前をそのままでエントリーしてないだろうね。安心しろって、その点は抜かりないんだな。続いて3組目はケイン対わしか。おっさーん。おっさんって誰そのひどい名前は。オタクですよ。もっとマシな名前つけてくれよ。よっ、じいさんも出てたのか。ひよった勢いでな。なんだよ、まだ俺の名前なしか。俺も。お？最後の組はメリオダフ対バアーン。一回戦でもう、あいや。それよりなんだこの名前は。バレバレだよ。とっさにいいのが思いつかなかったんだよ。制服だ。何？まさかエリザベスちゃん？
あれがエリザベスだとしたらおかしな点が一つある。おかしな点？それは一体？いつもより若干胸が小さくて尻が大きいな。それでは喧嘩開始！俺はここで負けるわけにはいかない。悪く思うな娘、これが俺の魔力ゴール。おい、この魔力の強さ、あいつも聖騎士か。手遅れだぜお嬢ちゃん。あいつには半端な魔力も物理的な攻撃も全く通用しねえ。あなたが最後、奴が魔力を消すか魔力が尽きるのを待つしか術はない。全身を覆う前に蹴りをつけるべきだったな。俺の毛利はベロニカ様を守る決意の表れ。このまま場外に押し出させてもらうぞ。おお、グリアモールの不思議な力にマトローナピンチ。決勝に進むのはこの俺だ。ベロニカ様のご命令ならば七つの大罪だろうがメリオダスだろうが張り付けばらせてやる。そんなことは僕が許さないよ。グリアモール場外、よって勝者はマトローナ。ウォールを素手で破壊だと、化けんのか。可憐な乙女の一撃に屈強な大男が強鎮。今年の喧嘩祭りは荒れるぞ。まさかあいつは団長、オイラ夢でも見てるのかな。ここにいます。私ならここにいます。オトロキング！キノコの怪物？うん。団長たちが町に行った後、僕たち森で夕食の材料を集めてたんだ。そしたら、どうしたの？おい、おい、おい、おい。食材発見！おそらくエリンギタイプのチキンマタンゴだ。臆病な性格でめったに姿を現さないモンスターだけど、危険が身に及ぶと生物を収縮させる胞子を出すんだ。なんで早く言わないんだよ。だって団長をびっくりさせたかったんだもん。えい！
レイソーシャスティフォル第8形態パレンガーデン。オイラの力を見せてあげるよ。レイソーシャスティフォル第4形態サンフラワー。はい、ポチライゼーション。もう休んでいいんだ。ディザスターの力でほんの少しリウマチを刺激しただけなのに。続いて決勝トーナメント最後の組、バッハー対メリオダフ。なんだと、あのチビが7つの大罪メリオダスなのか。じゃあやっぱり。ああ、バンキングだ。マジかよ、こうしちゃいられねえぜ。おい、エリザベスを見つけるまで騒ぎは厳禁だ。お前らこそ騒ぎ起こしてこの祭りを台無しにしたら承知しねえからな。あの伝説の大罪人の実力を間近で見られるんだ。やっほー。おい、怒らせるなよ。
団長との楽しい殴り合いの時間もそろそろ終わりに近づいてまいりました。いかがしましょう。バーン、これ以上団長に何かしたら。ガイアは黙ってろ。勝負に勝ったのは俺なんだ。寝ぼけたこと言ってんじゃねえよ。勝つのは俺だぜ。やっぱ団長と俺って最高に気が合うよな。それじゃあ最後に一発行かせてもらうぜ。生きてたら後で感想聞かせてくれよな。俺と団長二人のパワーを乗せた拳の味をよ。やだ、メリアダス様。エリザベス、ダメだろ。おろー、リングの上にはメリオダフー、ただ一人。バーンはいいぞ。ほれ、あそこ。これはそのということは俺の勝ち。勝者、メリオダフー。ディアンヌ、瞬きをする一瞬、オイラ妙なものを見たような気が。僕にははっきり見えたよ。バンは確かに渾身の一撃を団長に打ち込んだ。団長の手はバンの手首を握りつぶしていたんだ。そして次の瞬間、バンの体は吹き飛ばされていて、あの姿の団長、前にも見たことがある。なんだろう、すごく不安な感じがするの。